これが巨人ってやつか。ウリ、そのまま捕まえておけ。待てロッド、撃つな。何の真似だ。アッカーマンなんだろう。こいつの記憶は消せない。アッカーマン一族にもたらした迫害の歴史を考えれば、君の恨みはもっともだ。どうか許してくれ。あれほどの力を持った王が下船を相手に頭を垂れ上がる。クシェル、ああ、オランピアのことなら。死んでる。名前は？リヴァイ。俺はケニー。ただのケニーだ。愛想のねえ死にかけのガキ、クシェルの忘れ形見はそれだけだった。俺が教えられることは多くねえが、身の振り方とナイフの振り方、そん時はお前自身の力でな。この世で一番偉いのはこの世で一番強いやつのことを示す。どうかな。どうもこいつを撃って巨人になるらしいな。延命できるはずだ。ケニー、知っていることを全て話せ。俺のせいもアッカーマンらしいな。ただの兄貴だ。あの時なんで俺から去っていった。人の親にはなれねえよ。あんな小さな体で我々を巨人から救ったのか。急げよ。まさか本当に仕留めてしまうとは。やる。あれはミカサの冗談だって。そうだろミカサ。お前ら、ありがとうな。なんか思ってた女王と違うな。ヒストリアが女王になるって決意した理由の一つはこれをやるためだ。困っている人がいたらどこにいたって見つけ出し助けに行くって言ってた。硬質化の実験はうまくいってるんだってね。まあ早くわかるといいね。私たちのしたこと後悔するわけにはいかないから。ああ、お前は立派だよ。そんなこと。エレンは実験で疲れてる。そうだね、ごめんミカサ。エレンの硬質化の能力はとある対巨人兵器を誕生させた。おお、やったぞ。12メートル級でしょ。やった。すまない、エレン。謝らないでくださいよ、ハンジさん。彼はエルヴィンの一つ前、12代調査兵団の団長だよ。どうした、ブラウス。座らんのか。いいえ、私めはこちらで結構です。あれからたった数ヶ月、みんな見違えるように変わった。エレン、お前は母親とよく似ているな。話してください。知っていることすべて。20年前、ウォールマリア。どうやって壁を越えてきた。
あなたたちこそ壁の外で何を。記憶を一切なくしていたのだ。グリシャ・イエーガーという名前以外。それでここからどこに帰るつもりだ。私は医者だ。病院を紹介してくれ。できる仕事があるはずだ。彼は本当に何も知らなかった、この世界のことを。よかったか。あんたもそう思うのか。飯と酒にありつければそれで満足な部類の人間らしい。あなたが壁の外へ出ていく理由はそれか。それが調査兵団。あなたたちはこの壁の誰よりも賢く勇気がある。また調査兵団の勧誘かい。調査兵団はもっと特別な、選ばれし者でないと。選ばれし者。そんなことを言われたのは初めてだった。グリシャ、彼らも例の伝染病だ。なんとかならないか。大丈夫、みんな助かるよ。イエガー先生、ありがとうございます。おめでとう、イエガー先生。くそ、拠点が。あの突撃するしか能のない団長、また自分だけ生き延びたのかい。キースさん、彼ら、この子は。エレン、男の子です。このまま死ぬまで続けるつもりですか。なぜ凡人は何もせず死ぬまで生きていられるかわかるか。男に愛想を振りまき酒をついで回るしか取り柄のないものなんぞには。特別じゃなきゃいけないんですか。偉大になんてならなくてもいい。人より優れていなくたって。だからこの子はもう偉いんです。生まれてきてくれたんだから。エルヴィン、団長をやってくれるか。このドロステクも危ないぞ。はあ、思い出した、お前だったな。母さんが巨人に食われた。エレン、母さんの仇を。待て、どこへ行く。ついてこないでくれ。その子も違うんじゃないのか。選ばれし者じゃないかもしれないぞ。この子はあんたとは違う。私の子だ。雷。気絶していたお前を避難所の寝床に戻した。それだけですか。あんたの劣等感なんかどうでもいい。現実から逃げるな。教官の言う通り、俺は特別でも何でもなかった。何一つ変えることはできない。兵士ならば騒ぎすぎにを英気を養ってみせろ。ウォールマリア奪還の前祝いだ。乾杯。ダメ、ふざけんじゃねえぞ、いもんな。自分が何してっか分かってんのか。それこそ分かったろ。さあさあ、その肉はジャンだ。分かれなくなっちまったのか。鬼、早くサシャを落として。やってる。これでいいか。やっと力尽きた。教官に会ってよかったよ。俺は別に、なんで俺にはミカサやリヴァイ兵長みてえな力がねえんだって。人と人が違うのはきっとこういう時のためだったんだ。また戻れるの、あの時に。商人が一生かけても取り尽くせないほどの巨大な潮の湖がある。それを見に行くために調査兵団に入ったんだから、まずは海を見に行こうよ。エレンはまだ疑っているんだろ。この壁の中の何倍も広いんだよ。分かってるよ。ウォールマリアを取り返してくれ。でも領土は取り戻してくれ。調査兵団がこれだけ歓迎されるのはいつ以来だ。ウォールマリア最終奪還作戦開始、進めー。